ニジャーニーとミッドジャーニーで画像から呪文を生成する方法。ミッドジャーニーとニジャーニーで画像からプロンプト、括弧呪文を生成することが可能となりました。この機能を使えば画像を用意するだけで似た画像を生成することが可能になります。自分で呪文を考える必要がないんですね。画像からプロンプトを生成する方法。1、下の入力欄にスラッシュ D やパラメータであるスラッシュ Describe を入力します。2、スラッシュ Describe イメージが選択可能となりますのでクリックして選択。3、画像をアップロードできるようになります。4、イメージ Drag&Drop orクリップトゥアップロードファイルをクリックして画像をアップロードします。今回はノベル AI で生成したツインテールの女の子を選択。5、クリックすると4つの呪文が生成されます。6、画像の下の1、2、3、4のボタンで画像を生成。くるくるボタンで再度呪文を生成できます。7、生成した結果はこんな感じ。ノブレ AI で生成した元画像から、ニジャーニーで画像から呪文を生成した後に、画像生成した結果がこんな感じです。だいぶニジャーニーらしくいい感じにできたと思います。特徴である花畑や、ツインテールや青い髪も再現できていますね。スラッシュ D を入力します。スラッシュ Describe を選択。画像をアップロードします。アップロードが完了すると画像が表示されます。今回はニジャーニーで生成した画像を使用。呪文が4パターン生成されます。下の1、2、3、4のボタンを押して画像を生成できます。パスワードや個人情報を送らないように注意。いろんなパターンが生成されました。これは良さそうですね。元画像の花や着物などが再現されていますね。最後に、今回はニジャーニーで画像から呪文を生成する方法を紹介しました。この方法はミッドジャーニーも同じ手順で呪文を生成することができます。この方法を使えば小難しい呪文を考えなくても、画像さえあればある程度再現することが可能です。今まで生成したお気に入りをどんどん取り込んで試してみるのも面白いです。それでは今日はここまで。このゆこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。